皆さんこんにちは、タクザルチャンネルです。今日は、苦手な方が多いと思うんですけれども、下回転に対する両ハンドドライブを簡単にできるコツをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。それでは、これから解説していくんですけれども、まず下回転に対するドライブが苦手な方の特徴を2つご紹介したいと思います。まず1つ目、ラケットを前に繰り出してしまう人がまずいます。もう1つは、打つ際にラケットのヘッドがずっと上がってしまう方が多いので打てない方もいます。これを3つのステップで改善していきたいと思いますので、ぜひ見てください。それではステップ1です。下回転でボールが下に落ちてしまうので、力いっぱい打ってしまう方が多いんですけれども、本当はこうラケットをつまむこれぐらいの、力で打つことができるので、これを見てください。
サーブ、口をつけて、サーブ、口をつけて、サーブ、口をつけて、サーブを出した際に力が入ってしまうと打てなくなってしまうので、サーブを出したら気をつけをするように意識してください。サーブを出してどこにツッツキが来るかわからない状態でドライブを打っていきたいと思います。気をつけ、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 両ハンドがうまく打てるはずなので、皆さん試してみてね。